コキ先輩、ちょっと相談があるんですよ。あ、相談？いいよ。相談があるんです何？よ。何でも聞いてるよ。何で何でも、も言っちゃいなさい。何でも聞いてくれます？このバリバリかっこいい、モテモテのイケメンのはあ、コウいキや、さんやっに。ぱ自分、童貞のブサブサキモオタ童貞なんで、もう童貞2回行っちゃいましたけど、で、今度ね、ちょっと女の子と飲む機会があるんですよ。で、どうしたら、その後、ちょっとホテル誘えるかなみたいな、コウキ先輩、どういう風に誘うのかなみたいな、ちょっとアドバイスをいただければなと。じゃあアルコール飲ませないで速攻ホテル。酒も飲まずに、とりあえずホテル行こうぜっつって、飲み屋行かずに、店どこにする？みたいな感じでラブホ行く感じ？そう。それは絶強好い、調だそよ、れそれ絶は。好調ですね。ええー、せちゃいますね。え、コウキ先輩、いつもそんな感じでやってんすか？ナイスキル。え、ちなみに今までコウキ先輩はワンナイトラブ何回ぐらいしたことあるんですか？30回。あ、結構、もう去ってますね。だいぶ猛者ですね。なかなか猛者ですね。うん、30回は結構猛者ですね。ナイやったぜー。あざっす。ほんと。え、ちょっと待って。コウキ先輩。で、じゃあ例えばですけど、ホテル誘うじゃないですか。ホテル行った後、そのなんか、どういう感じでベッドに誘えばいいのかなみたいな、ちょっとわかんなくて、童貞なんで、自分。もう、まず、もう、プロからさせてもらうとだよ。プロからさせてもらうプロかと。らさせてもらうと、もう、まず、ホテル行く。はい、行きます。ホテル行くの。ホテル行くの。からの、ベッドインしの、そめっっちゃ直から、球っすね。入れちゃう系のやつ。ベッドに一そ気の、に押したほうが一番ダメだよ。あ、はい。どういうふうに、だからそのベッドに入るまでが一番難しいと思うんですよ。あ、ルフレさんしかいなくなってる。ああって言っちゃった。ちょっと調子んだけど。いるとこ。いますよ。ナイスオここ。ッケー、カット。なんか打ちすぎちゃった。ワンマガジン。うわっ！コッキング。オパセ、オパセ、オパセ。武器チェンごジしめん、なきゃよかった。ほんとごめん、おばくごめん。これは俺だけの作戦とにはもう欲張っちゃったところがあったよ。ほんとのこと言うよ。はい、なんでしょ まずね、う。はい。まずテキーラをね、3は本飲ませる。テキーラを3本飲ませる？もうそれ相手死体じゃないですか、3もう。デロンデロンのもう、テキーラ3本飲ませる。やばいっすね。テキーラ3テキーラ本、3本飲ませる。テキーラ3本。3本ルフレ話しますよ。テキーラ3本飲ませてから、そっから、なんていうのかな、携帯電話取り出して、死なないで、コウキ先輩、そこで。 そっから先が聞きたいのに。コウキ先輩、あ、なんか投げて抜いた、オパシ。きました。ボムダ、してないですね。危ない。いやー、いい。キレッキレ。危ない、もう。男子ちょっとしっかりして、みんな。やべ。そんなんじゃベッド行かないわよ、私。あんたたちと。インできないわ。で、テキーラ3本飲ましてからどうするんですか、コウキ先輩。携帯取り出して。テキーラ3本飲まして、携帯出して、携帯出して、はい、あ。仲間を呼んで、外まで連れて行って。あ、ラブホからわざわざ出すんですね、外に。で、車に、黒い車、コウキ先輩、死なないで。オッケー、キルしました4手前。ありがとう。ごめんね、なんか会社取って。肝心なところで死なないでほしいな、コウキさん。はい、もう一枚そこにいます。ああ、います。電角と。なえた。ナイスキル。で、コウキ先輩、仲間呼んで、黒い車に乗せてどうするんですか？じゃあ、まず、黒に包んで、はい。黒い、
車に乗せて、完全にそれ死体処理してるだけですやん。何するんですか。待って、面白いこと言えない、今日ダメだ。ダメだ今日。丸投げします。今日不調ですか、コープ先輩。そう、今日ダメ、今日面白いこと言えない俺。いつものコーキ先輩からすると、今日のコーキ先輩何点ですか？300点。抜群じゃないですか。抜群じゃないですか、もう。さすが。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。